風暮らしに来たよ。ちょっと目さぶりしがいるんで、目さぶさんは下に行く。2、3匹釣れれば満足。手がこれ、そろそろこいつの季節だね。これバカがいっぱいくっつくよ。これバカバカ、しのちゃんがバカ。しのちゃん元気かな。バカがつくね、こういうとこあるったらバカがつく。あとあの草のさ、あのつるの草のちっちゃい花なんだけど、あ、なんか知んだけど、あのちっちゃい花めっちゃスズメバチ大好きで、あ、すんげえ群がってる時あるんだよ。ここはとりあえず見当たんないからいいけど、川沿いに結構あるんすよ、これ。で、まだゴミ多い。何このゴミ。ここで拾いますよ。で、あっち側の方が多分ね、メガサバさん的にはスレッドの定番的な場所。ハゼがいる定番的な場所。まずここと、変更かけてこなかったらまだいいか。うわぁ、バレた。バレてない？バレてない？バレてない？バレたな。今一瞬乗ったんだけど。あ、いた。すぐ目の前にいるよ。すぐ目の前でチェイスしてきてる。ね、あのおんちゃらこういうとこでやれば釣れんのに、はず。めっちゃいいのにね。もうすでに2バイト。2チェイス。あ。ツーチェイス、ここに映んねえな。そこにいるんですよ。おらおら、見る、おら、映ったかな。カメラ上すぎた。一瞬乗ったけどゴミに化けたでしょ。魚じゃねえ。うわ、ラインじゃん。なんだよこれ。誰だよこんなところにライン。これさ、絶対寝かかってまた手元で切ったんでしょこれ。これピーっぽいもん。うわ、回収できねえよこれ。さすがに届かない。こういうのから困っちまうんだよな。こったらこれラインね、ここで釣りくるやつなんかたかが知れだし。ああ、これさ、ふざけてるよ。ダメだな。これさ、手前じゃなくて奥で切れよと思う。これピーだ。これみんなさ、初心者の人さ、ピー強い柄とかさ、切れねえ柄とかさ、ピー使うけどさ、こういうことになった時ピーって一番めんどくせえんだよ。これふざけてるね。例えばこれ無言で引っかかっちゃったから取れないから、これ無理口引っ張ってこの辺であれなんでしょう。じゃピーってこれ定期でっから危ないんですよ、ポリエチ。今目指さんさん腕使いますけど、腕だってこれ危ないよね。うわ、きれいね。うわ、きれいねえよ。ユーチューバーではね、ユーチューバーでは、では自分では思ってないけど、ユーチューバーっては自分では思ってないけど、何釣り行くの？何釣りに行くの？何を釣りに行くの？よいしょ。ですよね、メガサブですよね。メガサブで何を釣りに行くの？何を釣りしに行くの？だから小名浜港に泳がせ。泳がせやってくんの？はい。おんちゃん、ハゼ釣りに遊びに来たのに、今ここにラインビーって引っかかってて。今ここら辺はあれも整備されて、もう浅くなっちゃいましたよ。ここ？ハゼは来てるんだよ。うん、ここ昔から変わんねえぞ全然。こっちあんまハゼ釣れないですよ。うん、おっちゃんここでいつもハゼクランクで釣って遊んでんの？あれですよね、確かその時シーバスも釣りましたよね。シーバスもよく釣れるよ。今もいいだぞ、ここに1匹。でっかいのふわーっと泳いでて。あ、なんか風が飛んでるんじゃないかと。おっちゃん餌釣りやっときゃ下行っちゃうんだ。あ、なるほど。
そう、ハゼクラやっときゃここでちょこっと15分ぐらい遊んでくんです。頑張ってください。はい。泳がせ、何狙い？はい、何狙い？一応なんかタチウオと、うん、ハマチらへん入ってるんですか。ほお。じゃあ、おいしい今晩のおかず釣ってきて。じゃあね、気をつけて。はい。高校生かな、中学生かな、視聴者の方が声をかけてくれました。であのぐらい元気、我が物好きだね、本当に。スケボードがでもそうなんだけどさ、釣りもそうだけどさ、あのぐらい、うわ、めっちゃ追っかけてきてんじゃん、めっちゃ、あー、なんだよ、あのぐらい元気ある若者が皆様さん大好きなんです。いや、お、ちっちゃいな、なんでこれバイトまでいかねえの、めっちゃいるよ。これ映ってないのがちょっと、映せてないのがちょっと残念なんですけど、皆様さん今ここずっとこの立ち位置からゴロトの隙間だったりゴロトの上だったり際だったりをちょいちょいやってますけど、今やめて釣れた、やってますけど、まあまあ追ってくるよ、追ってくるけどバイトまで行かねえの、すげえ勢いで出てくるんだけどな。何気にむずいね。何気にむずい。まあなんか技入れ聞かすから、こうリトリーブで技入れるしかねえんだよね。リトリーブで技入れるしかねえからさ。早すぎるのもダメだし、遅すぎるのもダメだし。ボトムをやっぱり少し触りながらじゃ、おら、来てる来てる。うわ、飲みねえな。いるなぁ。今もそういえば高校生とかもさ、高校生だと思うんだけどね、言ってたけどさ、釣り人あるあるなんだよね。結構あっちの方がいいですよとか、こっちの方がいいですよとかさ、まあありがたい話なんですけど、ありがたい話なんですけど、皆さんさ、いつもこう決まった場所でしか遊ばねえしちゃう。ここでこれで釣れればいいぐらい、そんな人なんでね。で、何気にいろんなところ知ってますから。で、風は上の方がいいですよ、まあ、確かにね、餌釣りだったらば上の方がいいと思うんですが、あー、ちっちゃいな、めっちゃちっちゃいの追っかけてきて、飲んねえこれ、すげえちっちゃい。メガサトの名前、このハテクラの場合はぶっちゃけ水深ね、このぐらいが、あの、全部、あ、かかった、やっとかかった、やっとか、全部見えるから面白いみたいな、ちっちゃい、全部見えるから面白い。なんか今年ちっちゃいんじゃないこれね。これはまだ食べれねえね、これ餌釣りやってもこのサイズまだっちゃうようではまだ食べれねえよ。もっと大きくなってからじゃないと、もっと大きくなって、もっと大きくなってからじゃないとダメだな。まだ早えな。まあ、でっけえのも、釣りしてれば曲がるでしょうけど、ちょっと、ちっちゃすぎんな。これ上げてきてんのかな？上げてきてんのかな？あ、やめてよ。やめてよ、上げてきて、これ長靴じゃいけっかな、いけるかな、ギリギリいけっかな、取れた、お、釣れた釣れた、取れた瞬間にバイトしたよ、腹筋。これこのサイズだね、このぐらいのサイズで揃ってくれれば、あの、まあギリギリ食べんのもいいのかって思いますけどね、まだちっちゃいな、サムネこっちにすっかな。そんなわけで 3匹しか釣ってませんが、まあちょっと様子見に来たぐらいな、まあ出雲そうだけどね。じゃあハゼクラをがっつり一日やりますかっつったら、そんなことはないと。昔さ、そういえばさ、
最近世間話しながらなって、最近はあんまもう言われることなくなったんですけど、村上さん仕事しねえで釣りばっかしてますよねっていう言われたことあるんですよ昔で。勤務形態が三交代って言われる、要は夜勤とかある仕事をしてた頃で、要は仕事の帰りに毎晩のようにあのね、夕方っていうか夜中終わる仕事の時は絶対もう間違いなく海に行ってメバルやってましたし、ね、朝勤時とかも夕まずめ海に行ってメバルとか、あとこうやってハゼクラだったりシーバスだったり、まあ、シーバスはあの YouTube を生きた YouTube 動画やってからは本気のパターンはないですけど、いいかかり方、もうちっちゃいな、ね、シーバスはもうほんと若い頃にはまってがっつりやって、はいありがとう、ね、まあそんなもんかってなった釣りなんだ、あんまやってないんですけど、要はね、いろんな釣りをやってたんですよ。もう結局もうぶっちゃけ短いドッキなんか15分ぐらいしかやんないですし、まあ長くやったところで仕事の帰りでもう家帰んなきゃなんないんで、1時間とかね、2時間やったらめっちゃ長えわっていうような釣りを繰り返してた、ね、でもそれがやっぱ勤務形態が変わったら、まあまあそういう時間ほぼほぼ取れなくなったんで、今はこの休日の桧原湖がメインになっちゃって、地元はよほどこう休日とかにね、こうやってなんていうの、うん、4月から10月はもうほぼほぼ桧原湖行っちゃってるんで、よっぽどじゃないと土日地元にいるなんてないんですけど、なので要は危ねえ、そういう兆候の回数が減ってるというわけで、メバルもまあタイミングっていうかほぼほぼなんか別にって感じで行かなくなっちゃってますと、ね、OK、はい、そんなわけで、ね、ちょっとしたハゼがいる川で、ね、こういう小さめのクランクベイトをちょいと投げて、クリクリクリと、あ、さっきより水深上がってる、クリクリクリと巻いて、今日は釣れるハゼなど、村迫さん楽しいと思うんだけど、意外にやってる人が少ねえ。意外にやってる人が少ないですが。いやー、今見えてねえけど、最後僕めっちゃアタックしたのに乗んなかったわ。止めて浮く瞬間なんだやっぱな。バイトすんの。どこで止めて、どこで浮かせっかっていうのを。あると思うんですけど、まあたまに止めてたまに浮かせるパターンの方が、いや目の前今トンボが釣れると思いますです。はい、そんなわけで、ね、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら、あ、当たった、チャンネル登録、高評価、コメントとよろしくお願い申し上げます。悩む、磯目買いに行くか買いに行かないか。